んにちは、ふうたです。 Thank you so much for watching this video。 YouTube チャンネルふうたスタジオをご覧くださってる皆様、ありがとうございます。今日は第2弾ということで、あの誰もが知ってる超有名フレーズを紹介いたします。日本の英語界で知らない人はいない、日本で最も知られたあの超スーパー有名フレーズ、いわば英語界のマイケル・ジャクソン。その一文が、そう、 This is a pen。 直訳すると、これはペンです。正直いつ習ったかもよくわからないけど、みんなに初めて習った英語は何ですかって聞くと、多分みんなこれを答えます。 This is a pen。 これはペンです。皆さんが英語を習い始めた時、きっとワクワクしてたはず。僕が、私も英語話せるようになる、そう胸をときめかせながら習った初めての一語、 This is a pen。 みんな思ったはず。うわー、もう話せるようになったの。でもその瞬間、もしくはしばらく経ってから、だんだん気づき始めるんです。 This is a pen。 いつ使うねん。一体何人の人がこれを体験して英語へのワクワク、ときめきを失ってしまったか、いや、英語使えねえって思ってしまったか。ちなみに僕もその一人です。僕は一人で突っ込んでました。 This is a pen。 見たらわかるよ。あれから18年、ついに This is a pen、 正しい使い方を見つけました。これでみんなも英語へのワクワクを取り戻せるはず。それでは、誰もが知る This is a pen の正しい使い方を紹介します。その方法とはこれだ。Hey guys, I have a girlfriend whose name is Alice. She's so beautiful. I love her.But I'm seeing someone else. Her name is Amanda. She's so cute. And she was here just 10 minutes ago. That's the story. Amanda. Hello, sweetheart. I'm home. Wow, you got home so early. Wow. Of course, because I wanted to see your face ASAP, baby. Yeah. I missed you so much.Oh, me too! I missed you so much! What's this? What's this? This? this is a pen.This is a pen. はい、というわけで解説していきたいと思います。まあまずね、分かりやすすぎる設定でしたね。ふうたは超美人の彼女アリスがいるにもかかわらず、アマンダという別の女性と浮気してたわけです。そのアマンダがなんとふうたの家にペンを忘れて帰ってしまう。それを偶然アリスが帰ってきた時に見つけてしまい、アリスが聞いた言葉、 What's this? これは何？そう、フータ知らば、フータ、いっ、わお、そんなピンチな時に使ったのがあの言葉、 This is a pen。 皆さんももしこういう場面に出くわしたら、ぜひ使ってみてください。 This is a pen。学校では教えてくれない使い方。は
はい、というわけで先ほど見ていただいた寸劇の中にも使えるワードがいくつかあったんで紹介していきます。まずはアリスがフータに聞いた What's this? What's this? っていうのは What is this? の省略形ですね。 What is? つまりこれは何、これは何ですかという意味です。これは結構使えるフレーズで、例えば海外旅行に行った時とかレストランに入ってメニューを見てるけど何かわからない時に店員さんに What's this? これは何ですかとか、歴史的な建物があるっぽいけど何かわからない時に What's this? ちなみに説明されてももちろん英語で返ってくるんで多分よくわかるんです。でも聞くことによってモチベーションが上がりますよね。あ、旅行してる俺今、なんかわかんないけどなんか英語で聞いてみた。そういうワクワクをちょっとずつ積み重ねるのが大事です。そういう小さいワクワクをちょっとずつ積み重ねていくことがより英語へのワクワク、え、よし今度はもっとこういうことを聞けるようになってこようっていう好奇心につながります。ぜひ使ってみてください。もう一つはアリスが言った I wanted to see you ASAP。 この ASAP、 ASAP っていう言葉です。 ASAP、 ASAP、 これも略語です。もともとは As soon as possible、 As soon as possible、 意味はできるだけ早くという言葉です。 As soon as というのはおそらく皆さんが英語勉強したときにこれ使うことねえなって思ったであろうフレーズ、 As soon as 何々するやいないっていう言葉の後に possible を作ったわけです。つまり As soon as possible、 可能な限り早くという言葉です。これはちょっと難しいので覚えなくてもいいですが、海外映画、海外ドラマとかでよく出てきますので、もし海外映画ドラマを見ていて ASAP とか As soon as possible って聞こえた時はぜひこのフータとアリスのドラマを思い出してください。海外の人は ASAP よく使います。さあいかがでしたでしょうか。あの誰もが知る超有名フレーズ This is a pen の忘れない正しい使い方、 What's this? This is a pen。 英会話もっとワクワクしていこうぜ。今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。これが僕のフータスタイル。英語以外にもみんながワクワクしていけるような情報を発信していくんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Have a good one.